いよいよ医療系もやばいそこで、えー、起死回生の大逆転技今日取り上げるのは関西福祉科学大学です大阪府の南部にある私立大学なんですけれども福祉がスタートで医療系の総合大学になってます。社会福福祉祉学学学部部部心理科学部健康福祉学部この福祉が2つあるっていうのはどうかと思うんですけどね。 健康福祉学部というのは健康科学科と福祉栄養学科です。保健医療学部、理学療法、作業療法、言語聴覚です。教育学部、養保障特別支援です。はい。全学部定員割れです。医療系であれば作れば当たる。看護大はどこでも大成功という時代もあったんですが、今やかなり厳しい。そしてこの関西福祉科学大学、目玉になる看護を持ってないんですね。まあ、今更看護を作っても激戦区ではあるんですけど、 基本が社会福祉なんで、今非常に厳しい。で、心理学も他の大学もいっぱいあります。健康福祉大学,え学部っていう名前もよくないですね。福祉は社会福祉があるのに、まあ、健康福祉学部に福祉栄養学科があるんですが、栄養の大学も大阪ひしめいてますし、健康科学部は何やってるかよくわかりません。国家資格じゃないっぽい。で、保健医療学部なんですが、まあ、ほぼ定員割れしていないとはいえ、大阪には、 理学療法療法法作業が多すすぎるんですよでよ教育学部は厳しい競争に負けているという状況でこの関西福祉科学大学大厳ししい状況になってきました小さな大学から始まって順調に大きくなってきたんですがまあ医療系の大学であろうとも今や存亡の危機にあるでは大阪の場合医療系大学ってどいうとどこがいいかっていうと何というかですね森の宮一人勝ちなんですよ 森宮医療大学1人勝ちですここが大阪版北里大学みたいになってまして、看護理学療法、作業療法、言語聴覚、臨床検査、臨床工学、診療放射線、新旧と揃ってます。さらに、関西福祉科学大学の天敵は、棋王大,大学です。奈良県の。ここが、まあ、近鉄大阪線沿線、特に奈良県民をあのがっつり抑えてしまうんですね。偏差値高くて入れないっていう声もあるぐらいです。 企業大学は何といっても看護、そして理学療法、栄養。これが目玉ですね。人間環境デザイン学科は、家政学よりの建築インテリアなんで、あんまり目立ってません。それと、現代教育。これが、国立教育大学オチを即取れるということで、非常にブランドが高くなっており、企業大学は大成功した大学。はい。なんですが、この、まあ、企業か森の宮行くだろうと。大阪でそこそこ勉強ができて、看護医療系行くならば、 という状況の中、ご覧ください。この大阪にひしめく医療系大学、愛の大、それからまあ看護だと大阪青山、大阪大谷、さらに大阪医科歯科大のような名門大学も看護学部を作るわけですね。大阪川崎リハビリテーション大学、遠いのなんの。で、大阪歯科大学も看護持ってる。あとですね、栄養とか幼児教育持ってるということで、大阪松陰女子、看護持ってる大阪親愛学院。 大阪政経、大阪電気通信も医療系持ってる。大阪人間科学、大阪物量大阪保健医療、大阪雪岡医療、もう言わせてください。僕、これ全部言ったんですよ、キャンパス。えー、関西医科大、名門医科大ですが、看護持ってますね。関西医療大、慈恵医療科学大、新大阪駅前、四条縄手学園大、看護、四天王寺大、看護、切断、薬学と看護、千里金蘭、看護と教育、大成学院、看護と教育、宝塚、えー、看護。 売下女子看看護大和大看護大医療系はっきり言って大阪は医療大学が多すぎる。看護、理学療法、作業療法多すぎる。もううんざりですよ。ええ、もちろん医療人材必要ですよ。こんだけいるのかと。医学部の大学のまあ医学部、薬学部、私学部とかのある大学の看護、医療系はまあわかりますが、とりあえず作ってみましたみたいなのが多すぎる。 もうそろそろこれ持たないと思いますね。で、この激戦区の中で、森宮医療が、まあ、医療系総合大学として頭一つパッと出てるのと、奈良県で企業大学がきっちり抑えてる。ちょっと京都、兵庫まで話は広げません。こういう状況の中、まあ、関西福祉科学大学はぶっちゃけ競り負けてるわけですね。そもそも福祉と心理っていうあんまり強くない分野、それから栄養もあんまり強くない、理学療法、作業療法が まあ多大学に比べて有利でもない教育学部も負けているというような状況でこの大阪の医療系大学超激戦区の中で競り負けてるわけですね。どうすればいいか私には案があるんです。要は社会福祉学部心理学部スポーツ健康学部まあ,あの健康科学ですね管理栄養の学部 理学療法、作業療法といった保険医療系、そして教員養成の教育学部。これらが関西福祉科学大学の持ってる秘密兵器なんですね。つまり、これらの学部を持ってない総合大学に合併すればいいんです。関西にある総合大学といっても、その文学、経済、商、法、理工みたいな総合大学に、私たちの持っているコンテンツ使えるでしょう栄養、保険教育、スポーツ、心理、社会。 欲しくないですかということで、身売りすれば良い。最適な相手がいます。ドン近代です。近代に合併しろ。近畿大学は医学部持ってますからね。医学部、農学部、薬学部、生物理工、産業理工などなど、また理工学部などなど、そもそも相性がいいんですよ。この関西福祉科学大学と近畿大学の東大阪の本部キャンパスはすごく近いんですね。鉄道の便が良い。で、医学部があるわけですよ、とにかく。で 近畿大学って医学部持ってるのに看護ないんですよ。えー、近畿大学付属看護専門学校がくっついてるんですけど、医学部に。まあいい、これは看護学科にするべきですよ。4大に。というわけで、私の提案は近大に合併。まあ、近大がイエスというかわかりませんが、その、現状、森の宮医療が一番偉くて、医療系大学がぎゅうぎゅうにひしめいている大阪できっちり近畿大学の 栄養、保健医療ができれば、多分、ここがナンバーワンです。で、まず社会福祉ですねあの。社会福祉、近代総合社会ありますけど、ここソシオロジーなんで、社会福祉に特化すると。近代レベルだったら優秀な学生は集まるでしょう。心理。で、心理も総合社会にあるけれど、法政大学だって、都心のし文学部心理学科と郊外の えー、現代福祉学部臨床心理学科あるんだから、正直心理は2つあって良い。ということで、えー、心理科学部は近代心理学部にする。社会福祉も不人気とか言ってないで、近畿大学ブランドで優秀な人を集める。そして、スポーツ健康学部を作る。近代体育学部ないんですよ。同志社や立命にあるんですから、作りましょう。はい。えー、寛大にもある。寛学にもある。近代にスポーツ学部作ったら絶対人気ですよね。で、栄養は奈良県の農学部にあるんですけど、 東洋大学は栄養の学科が2つありますからね。赤羽キャンパスと朝霞キャンパスに。なんで、えー、近畿大学も農学部とこの関西福祉科学の方の栄養学部と両方作ってよい。ただし、それはないだろうということであれば、まあ、農学部の方に統合ですね。で、医学部持ってるんだから、保健医療学部の理学療法、作業療法、えー、それから言語聴覚士、当然医学部にとっちは必要ですからね。で、ここに付属専門学校の看護をくっつけて、 近畿大学は医学部持ってるんだから保健医療学部は必要であろう。また近畿大学は割と教員養成も力入れてますからまあ教員養成って言っても今はねその理工とかまあ文系学部から先生になれるよみたいな感じですけど教育学部これを手に入れて要保障特別支援の人材育成を近畿大学教育学をきっちりやると。この関西福祉科学大学は近畿大学にない分野おいしい分野持ってますんでこれを合体すれば 医療系の総合大学としての近畿大のパワーアップたるやすさまじい。日大も看護学科持ってませんからね。専門学校ですよね。ということで、近大は関西福祉科学大学を合併しても特にデメリットはなく、総合大学としてさらに巨大化できます。ぶっちゃけ、必要だと思う学部だけ手に入れてもよい。スポーツ健康とか保健医療とか教育とか。でも、近畿大にとって合併するデメリットはないように私には見える。 どうしても立命も関西学院も関大もスポーツ系とか作ってどんどんでっかくなってるんですから近大って一見でっかい大学に見えますけどまだ学生数そんな多くなくてこれを拡充しても近大のブランドは落ちないと思うとにかくこの大阪に医療系大学がぎゅうぎゅうにひしめいてる状態からもう近大がはい、うちがトップやりますと言った方がいいんじゃないかということでそうは言っても救済できる大学限りがありますから いくつもは救えないんだけど、この関西福祉科学大学は実は私から見て、まあ、総合大学に合併して近代の一部になる。まあ、関大遠いですからね。と、割とお互いにとってメリットがあるんじゃないかなと思いました。ということで、いよいよ医療系大学もやばい。そこで、えー、大逆転技だとして、持ってない総合大学に合併する。とにかくこの大阪の医療系大学が多すぎるのは、いずれ破綻します。そういう時に、早いうちに、 自分たちがトップ台になっちゃえばいいんですね。まあ、近代さんが欲しがるかどうかは分かりません。けれども。